センターのスコアボードをご覧ください。懐かしい映像です。1打席真剣勝負に登場するのは阪神タイガース掛布、西武ライオンズ東尾。いいですね。もう年配のファンの方は懐かしくてたまらないですね。でももうそういうようになるんですね、早いですよね。東尾治投手、かつてはシュートスライダー、投球術の素晴らしさ、そしてバッターに向かってくるピッチング、ミスタータイガース掛布正之。懐かしい、今の入り方なんかの全く同じですね。そうですね、まあ昔は交流戦がありませんでしたので、対戦をするとすれば日本シリーズかあるいはオープン戦しかなかったわけですからね。そうですね、日本シリーズの対決が一番楽しかったんじゃないでしょうか、1985年の日本シリーズ。やっぱりこうしてもルーティンというのは同じですね、同じですね、変わらんもんですね。1打席真剣勝負、得意のボールから入るでしょうか。カーブから入りました。もうなんか厳しいスライダーとシュートは投げにくそうです。ミスタータイガース、意図的にあの辺がこう弱かったんじゃないかという雰囲気の投球ですね。インローの入ってくるスライダーですか、ストライクからボールになる、なんと悪くしてしまいましたね、高めのボールを叩いた、センターへのフライ。1打席真剣勝負は東尾治投手の勝ちでした。いやいいですね、いいですね、東尾前監督も変わらないですね、まあ東尾さんのその監督時代もそれから現役時代も本当にあの四隅をうまく使ってね。そうですね、もう本当にこう味方だったから良かったですけどね、本当に敵だったら大変なピッチャーだったですね、そしてミスタータイガース掛布正幸、まあかつては掛布バース岡田、あの3連発を思い出すこともあるでしょう。いやすごい打線でしたね、手がつけられなかったですね。